皆さんこんにちは、フェザーホーム代表の千田でございます。今日も動画を撮るということで、本日は私の社長室から、ご案内をしているところでございます。今日は何を話せばいいんですか？今日はですね、はい、千田さん最近足しげく通っている、はい、フラマです。ほう、ちょっと僕も気になりました。うん、なんでそんなに千田さんがフラマを通っているのかなっていうのが、うんうん、社員の中でなんかちょっと話に上がってるんですよ。はい、そこをちょっと今日は深掘りしていきたいなと思います。はい、ということで今日のお題は富良野の可能性ということでいいんですかね。はい、富良野の不動産や、まあ、今後投資のね考えている方に向けて私の考えというか、ちょっと私が調べている把握している現状をお伝えしちゃおうかなと思います。まずですね、富良野の土地なんですけども、実は昨年度1年に1回こう日本の地価というね土地の価格、まあ、評価の発表がありますけれども、日本で一番上がったのが富良野の北の峰地区というところなんですよ。日本一です。これはどういうことかというと、富良野の土地の不動産の価値がですねボーンと上がって、昔は安かったものがすごい今高くなった、その上がり幅が一番大きかったということなんです。これどういうことかと、まさしく誰もが分かると思いますが、ものすごい需要があってこれから伸びるだろうという、もう何よりもの証なんじゃないかなと思います。でですね、結論から言いますと非常に活況でして、私たちフェザーホームの具体的なお話でいくと、まず2024年富良野だって思い始めたのが今年の私春ぐらいなんですよ。春に思ってからこの半年間で大きなこうビラというか木造のいただいているご用命ですね、もうすでに6棟あるんですね。その他に、来年度雪が溶けた後の案件ももうすでに4棟ぐらい決まっている状況で、この半年で10件前後のまあお話、まあ、もしくはもうちょっと今お話いただいていると、それぐらい富良野の土地を購入して、ビラを建てたいと、建物を建てていきたいという話があります。じゃあなんでこんな風になってるのかなということで、私も富良野にその訪問をして現地の方と話したり、現地の様子をやっぱり調べたんですね。その結果、これは富良野は今後伸びるだろうと、投資をする方にとっても非常にメリットがあると思いますし、ますます今後富良野という地域においては日本のシンボルに、北海道のシンボルになっていく場所かなというふうに思ってます。ちょっと話を変えていくとですね、この今新築で私たちお仕事で、まあ、10件前後決まってますけど、実はこれ以外にも中古住宅というか古い富良野のお家を購入してリフォームをしてですね、民泊で貸したりホテルとして貸すと、不動産事業的なものもものすごくいいんです。これ投資家の皆さんは非常に興味あるところだと思うんですけれども、本当にすごいいい数字が出てまして、富良野に注目が集まっているというのは実はこういう内情です。例えばなんですけど、富良野の中古のお家を、まあ、2000万とかで購入します。リフォームで1500万とか、まあ、2000万します。まあ、4000万でこうフルリノベ綺麗なお家にしましたと、これ出来上がりますね。これをじゃあ貸しますと、貸しました。2023年から2024年のこの1年間の実績、まあ、私たちの知り合いとかもうすでにやってる方がいるんでデータありますけれども、なんと年間の収入どれぐらいあるかなと思います？200万、150万。まあ例えば1年間のうち、まあ、半分の、まあ、180日入りましたとか、まあそんなに入らなくて100日ぐらい、3分の1ぐらい入るかなと、で 2,3 万貸してるみたいなイメージですよね。うん、まあ、なんとなくそういうイメージにもなるというか、なりやすいじゃないですか。これがですね、富良野の実績でいくと、まあ一つの事例ですけど、だいたい4000万円ぐらいで作り上げた中古住宅を貸しました。1年間の家賃収入1300万ぐらいなんですよ。ものによってはもっとあるんですよ。ということは
いろいろ諸経費引いても、だいたい3年から5年で、もうペイしちゃう。ぐらいな勢いが今あります。これは、まあいろんな外国人の方が来たり、日本人の方も来てるんですけども、富良野の特徴がちょっとありまして。富良野といえば何ですか？ワイン。ワイン。最近だと富良野メロン。メロン。ラベンダー。ラベンダー。だよね。プラスして、やっぱりこう、富良野ですから、スキーとかね。富良野の近くに行った、まあ、美瑛とかがあって、青池とか、いろんなとこあるんですよ。北海道のど真ん中が富良野ですから、北海道のへそって言われてるね。一番中心。で、今言われたように。春、夏、秋、冬と、いろいろ見どころがあるんですよ。ということで、一年間通じて、その目的に合わせた外国人インバウンドの方が来る。スキーが好きな人は冬に集中する。ラベンダーが好きな人は夏に集中する。ということで、ある程度ちょっとこうはなりますけど、一年通じてそういう民泊収入、家賃収入が入ってくるっていう、非常にいい状況なんですね。一つの例でいきますと、ニセコ。もちろん大人気なリゾート地に今なってますけれども、ニセコにおいてはもう真冬がドーンとすごい収入になっている人が集まって、夏はちょっとやっぱり低くなるね。半年で終わって、半年はゆっくり準備するみたいな。地球ニセコですけども、富良野は一年中あるようなイメージです。で、具体的に言うと、一番収入、家賃収入多いのは、これ7月です。夏の方がやっぱラベンダーや何やらという風が多くて、秋口は、人が減るんですけど、また冬にかけてドーンと上がるというような感じになっていて、数年通じていろんな魅力がある富良野エリアということで注目がされ、そして今そこに対する小規模投資、不動産投資っていうものが活況になっている。で、まあ私はですね、まあ、フェザーホームという会社やっていて、北海道リゾートをテーマに、まあ皆さんの暮らしを豊かにして笑顔にしていくという企業理念を掲げてますから、まさしくこれ北海道リゾートだなということで、富良野の事業に強化をしていきたい、そういう考えのものをしっかりと対応できるような形をとって喜んでいただきたいと、まあいろいろそういう土地もそうですけども、建物だったりとか、今後はそういう長いお付き合いをしていくために、富良野にあるですね、飲食店の皆さんや、まあ、いろんな方ともちょっと今交流をしつつ、まあいろいろなことに対応できるように、まあ、やっとなってきたというところで、いざスタートしているところですね。富良野、これから熱くなっていくと思いますし、まあこの動画を見てですね、富良野の投資に興味ある方とかも多分少し参考になる部分がもしかしたらあるかもしれないですしね。これからはうちの事例とか、まあこんな家建てますとか、完成した時には実はこれできてうちでプロデュースしましたっていうもの、来春とか来年夏には出てきますから、そういったものをご案内していきたいかなと思っています。はい、観光して楽しんだ後にも快適な素敵な空間で休んでいただく、そしてそこでうちのデザインだったりサウナだったり素敵な空間で素敵な仲間と過ごす時間、この3つの間を大事にしていただきたいと、これは意味のあることじゃないかということで頑張っていきたいと思っています。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またフェザーホームの取り組みだったり、私の考えていることは、タイミング見て伝えていきたいと思いますので、その時はまた、動画見ていただければと思います。どうもありがとうございました。